道は休業要請を緩和する基準として直近1週間の新たな感染者数やそのうち感染経路がわからない人の数入院している患者数などを道独自の基準を設定していますが道内ではおとといからこの基準をクリアしています道は近く休業要請を再び緩和し札幌市を含む石狩管内についてもすでに緩和されている他の地域と同様 午後7時以降の飲食店のアルコール提供の自粛要請を解除することなどを検討しています。鈴木知事が午後にも会見で明らかにする見通しです。